創設ただ人は、兵庫県思想郡羽賀町出身のプロ野球選手、宇藤右内。千葉ロッテマリーンズ所属。兵庫県出身で、少年時代は、阪神ファンであり、矢野照弘が、憧れの選手だった。神戸国際大復高2年や秋に三類一種から保守に、転校。一学年下に、小深方弘と、倉本春隆がいる。アジア大進学後は年からレギュラーをつかみ、 第46回明治神宮野球大会で優勝。4年春にリーグ3位の打率372をマークして優勝に貢献しベストナインを獲得。一部リーグ通算43試合に出場113打数34アンダ1本塁打21打点を記録。3年上にキューリアレン、峰井ヒロのぞみ2年上に山崎康明、ヤブ高月、 大下ゆうば、一年上に、板山雄太郎、藤岡博次大、同学年に起労生なり、一年下に、高橋春佳人、北村拓己、二年下に、中村俊也、三年下に、河村雪人、平内雄太、内間拓馬、ま、矢野正也がいた。体重9 0ラムながら5 0ル走6秒、1という瞬速の持ち主で、2016年の、 第65回全日本大学野球選手権、大会2回戦では1点を追う2回2試三塁の場面で本当を決めている。2016年のドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから7位指名を受け、契約金2500万円、年俸800万円で入団。なおロッテは1990年に小池秀郎が入団拒否をしてから、 アダイの選手の指名を回避してきたが、それ以降のアダイ卒の入団選手は26年ぶり。小池以前の選手としては1985年の古川新一以来31年ぶり。入団発表会見では、打てる保守になって、信頼を得たい。伊藤監督のような保守になりたいですと話した。背番号は45。2017年。 1>, 1軍公式戦の出場機会はなかったが、7月13日に草薙球場で行われたフレッシュオールスターゲーム2017戦においてイースタン選抜として出場する。2軍公式戦において66試合に出場し、1本塁打、14打点、打率、200の成績を残す。11月25日から台湾で開催されるアジアウィンターベースボールリーグにおいて、 NPBE スタン選抜に選出される。2018年6月15日に一軍登録される。同日の読売ジャイアンツ戦にて8回に代打で出場し、一軍初出場となった。三振で打席を終えた。この年の一軍出場は、この一試合のみであった。2019年、この年は一軍出場はなく、二軍では91試合に出場した。二千二十年、 この年も一軍出場はなかった。右肩痛もあり、二軍では48試合の出場となった。この年は打撃を活かすため、保守以外に左翼氏としても出場している。愛称は、胸。創設は、全国に約20世帯、約100人しかいないとされる珍しい名字である。ありがとうございます。